どうもこんにちは、岩田です。ということで今回はですね、最新版の公式問題集の11の模試を解いていきたいと思います。今日はですね、セット1つ目の模試を通しで2時間解いていきます。で、解いた結果をもとに、どこが苦手なのかなとか、どこが得意なのかなっていうのをしっかり分析していって、今後の学習計画を立てていきたいと思います。それでは模試を解いていきます。ということでですね、2時間 TOEIC の模試を解き終わりました。ですのでリーディングともに解き終わって丸付けをしています。で、その結果としてはこちらになります。なかなかちょっと見えにくいと思うので口頭でお伝えすると、リスニングは95点、リーディングは90点になります。で、まあ、全体的な感想としては、リスニングはまあ各パートごとにある程度はできたかなっていう印象はあるんですけど、一方でリーディングの方は解きながら結構文法問題もしっかり、パート6もしっかりで、なんか抜け漏れがあるなって、なかなかこう細かい部分まで詰め切れてないなっていうのをすごい実感したので、まあ、今後の大きな対策の方向としては、ちょっとリーディングを詰めていかないといけないなっていう風に感じました。で、まあ、公式問題集11を解いて丸付けをして、そこからこんな形で各パートごとの苦手なところ、どういうところができなかったのかっていうのを洗い出して、じゃあそれを踏まえて今後どんな対策をしていくのかっていう学習計画をちょっと立ててみました。で、まあ、どんな対策を立てたのかっていうのをパートごとにちょっと発表していきたいと思います。で、まずパート1ですね。パート1の写真描写問題は正答率は6分の6で、正答率は 100% でした。なので解きながらの手応えとしてはまあまあ自信はあったんですけど、一方でなんかちょっと難しいなと思う単語とかが使われてたりしたので、まあ、そういったところはしっかりとキーフレであったり、キーフレでカバーできないものは今後黒のフレーズとか暗黒のフレーズ、を使っていく予定なので、そこでしっかりカバーをしていきたいなと思います。なあ、特別パート1の対策をするかっていうと、まあ、パート1に特化した対策はしないんですけど、今後模試を解きながらしっかりと復習をしていくっていうところと、あとは難しい単語は黒のフレーズ、暗黒のフレーズでしっかりと暗記をしていくっていうところを取り組もうと思います。はい。で、次パート2の応答問題ですね。で、ここはまあまあ自信はありました。でもやっぱりこうリスニング聞いてると、なんかちょっとぼーっとしてる間に設問が流れてて聞き忘れちゃったみたいなところが1問あったので、まあ、そういうなんかぼーっとせずにちゃんと集中して解くようなスキルも今後身につけていきたいっていう風に思っています。で、あと最近パート2ってちょっと難しくなってますよね。なんか傾向にあると思うんですけど、その原因としては周りくどいような問題が増えたっていうところなので、私そこ苦手なので、まあ、パート2についてはしっかりと回りくどいような、そういう問題を特化して対策をしていくっていうところと、しっかり集中力を保って聞き逃さないようにするっていうところで最後詰めていきたいなと思ってます。で、次パート3の会話の問題もまあまあ自信はありました。パート4に比べたらパート3の方が自信があるなっていうぐらいです。で、ただ自分が苦手だなって思ったところは、こうページ変わり目のところ、例えばページが変わると、変わった直後って先読みするのちょっと焦ったりするので、ページの変わり目の先読みとかでね、ちょっと焦って聞き逃しそうになるっていうところがあります。
あとはスピーカーが2人とか3人になった時の問題っていうのは、ちょっとこう人物像の把握とか、どういう関係性なのかな、誰が何を言ってるのかなっていうのが分かりづらかったりするので、ちょっとそこの問題については特化して集中的に対策をしていこうかなと思っています。パート3は正答率 97%、 1問だけ落としてしまったんですけど、今後の対策としてはページ変わり目の問題の先読みが焦ってしまうので、そこをちょっと同じような形のページが変わる先読みっていうのを練習していくのと、あとはスピーカーが2人3人になった時の問題を特化して勉強していきます。で、次パート4、説明文の問題ですね。ここちょっと正答率一番リスニングのパートの中で悪かったです。30分の27ってことで9割になります。手応え的にもちょっと微妙だなと思いました。なかなか、なんかできたなっていう感じはしませんでした。で、何が難しかったのかというと、まずは集中力が続かないっていうところが一番大きかったと思っています。なんかこう、この問題が難しいとか、この単語が聞き取れないっていうよりかは、集中力が続かなくて、なんかちょっとぼーっとしてる間に聞き逃したみたいなところだったので、しっかりと、リスニングについては45分間通しで解いて、最後まで集中力を保てるような練習っていうのもしていこうと思っています。っていうところがリスニングですね。リスニングは95点で、各パートごとにちらほら間違えてるっていう感じだったんですけど、その中でもやっぱりパート4の説明文の問題が少し苦手だったので、そこの集中力が持続できるようにしっかりと通しでリスニングも解いて、こう集中力上げていきたいなと思います。はい。で、次はリーディングですね。リーディングは全体で9割になります。90点になります。で、その中でもあんまりできてないなと思うのがパート5とパート6です。で、パート5については文法問題ですよね。ここの正答率は30分の26っていうところで 86%。なんか微妙だなっていう風な数字になってます。で、解きながらも、なんかこれよくわからないなみたいな問題がちらほらあったので、自信はありませんでした。ちょっと解きながらやばいなと思いました。で、難しいなと感じたポイントについては、そもそも選択肢の単語がわからない問題が1問ありました。で、そこについては、キーフレとかで出て、来ないものだったので、カバーしきれないものだったので、今後キーフレの対策をした後に黒のフレーズ、暗黒のフレーズを使っていくので、そこでしっかりとわからない単語はなくしていきたいと思います。はい。で、あと難しいなと思ったのは、設問を読んでいて、意味が取れない問題が何個かありました。こう、空欄の前と空欄の後で、こういう、なんとなくこういう意味なんだろうなっていうのはわかるけど、その前後のつながりとかがつかめてないっていうところであったり、そもそも意味自体がわからないっていう問題も2問ほどあったので、しっかりとこう意味を取っていけるように出る専門で、ちょっと空欄の前後の意味とその関係性っていうのをつかむような練習をしていきたいと思っています。で、あとは、ケアレスミスが1問ありました。ゆっくり考えたら解けるのに、なんかテストでは焦ってしまって解けないみたいな、そういった焦りでちょっとミスをしてしまっていた部分があったので、ケアレスミスはなくしていくように頑張りたいと思います。はい。ということで、パート5はですね、なかなか難しかったです。でも、満点を目指す上では絶対に、どこのパートもなんですけど、特にパート5なんて落とせないので、しっかりと詰めて対策をしていこうと思います。はい。で、次、パート6の長文穴埋めの問題ですね。ここもなんか微妙で、16分の13っていうことで、81% の正答率になってます。確かに解きながら、なんか苦手だな、なんかつかみどころのない問題だなと思いながら解いていました。で、特に苦手だなと思ったのが文の挿入問題が苦手です。これは空欄の前後の意味を取っていって、その空欄前後の意味から関係性を見出していくっていうところが少し苦手意識があります。そうですね。そこが大きな苦手なポイントかなと思いました。で、パート6については、なかなかつかみどころのない問題だな、解き方がわからないなっていうふうに思っているので、究極のゼミパート5、6
の本を買って、パート6ってそもそもどういう風な問題パターンでどういう解き方をしたらいいのかっていうのをしっかりとちょっと勉強をしていこうと思います。パート6についてはパート6に特化した解き方を知っていくような対策をしていこうと思っています。はい。で、最後、パート7の長文読解については、54分の51ということで、94% の正答率です。ここはまあまあできたかなと思っていますが、本当に苦手だなと思うところが毎回一緒で、アーティクル、記事の問題とか、あとはダブルパッセージ、トリプルパッセージがとても苦手で、ここに時間がかかってしまって、最後、やばいな、時間足りるかなっていう風な感じになったので、ちょっと苦手な、アーティクルの問題とダブルパッセージ、トリプルパッセージについてはそこだけピックアップして、究極のゼミで解いていこうと思います。解き方を身につけた後に次は量をこなす。たくさん問題を解いてしっかりと苦手分野が克服できるように対策をしていこうと思っています。はい、ということでこんな感じで公式問題集11を解いて自分の苦手なところを洗い出して今後の学習計画を立ててみました。本当に全体を通してリスニングよりもやっぱりリーディングの詰めが甘いなっていうのは解きながらすごく感じて、ちょっとショックだった部分でもあるので、しっかりと自分が今日洗い出した苦手分野を克服できるように頑張っていきたいと思います。今後も TOEIC の勉強状況も発信していくので、皆さんと一緒に頑張っていけたらと思います。一緒に頑張りましょう。では